あなたと一緒にニュースを考える飯田浩事の OK 工事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、数量制作学者、高橋洋一さんです。おはようございます。おはようございます。高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。はい、では、最初のニュース、こちらです。桜を見る会懇親会東京地検が安倍前総理を任意聴取。 安倍前総理大臣が、安倍前総理大臣の講演会が桜を見る会の前日に主催した懇親会をめぐる問題で、東京地検特捜部が安倍前総理本人から任意で事情聴取をしていたことが分かりました。安倍前総理は自らの会員を否定したとみられております。昨日、読売がまず一面トップでスクープとして書いて、はい、で、それを今日、 各紙が追いかけているというところで、朝日、毎日、東京という3紙はあ、そこから社会面であるとか、中の政治面、大展開と、うん、おいう感じになっております。もともと、この前日の、ね、夕食会、会費制ではあったんですけれども、会場費を事務所側が負担していた、うん、でそれを政治資金収支報告書に書いていなかったと、うんうん、ういうことが、事実関係ですかね。 なんか、あれですね、でも、なんかあの、国会でどうのこうのって言ってるんですけど、はい、今国会ってやってないですけど、静岡国会これやるんですかねそう。も<ー>う、ね、ちょっとびっくりしたゃんだけど。まあ、あの、検察が、あの、動いたら、まあ、普通はそれでそのままですよね。 だってさ、僕は自身がプロでしょ、うんでそれに、まああのね、日本の検察ってこうやって機能してるんだったら、それ,それで見て、するだけですよねでへで、下手にそこに影響与えない方がいいと思いますけどね警察側はあ任意聴取をして、そして、うんまあ、安倍さん本人は後援会の役員でもないし、うん、その、まあ、一,一連の意思決定には関わっていないだろうと、うん、こういうことで、不起訴になるんではないかとま。 なんですよね、これはね。こういう経備の話はね。い時い見てないしっていうことなんでしょうけどね。それで、あれでしょ、これ、国会答弁の前に聞いたけど、あの、そうじゃない、あの、ま、嘘言われたわけでしょ、はっきりええ、ま、秘書側に確認はしたけれども、事実と異なる説明をされたということですよ。なんか秘書官もあれですよね、一応確認したつって、複数で確認したと思うんですけどね。ああ、やっぱり国会答弁するときに、一応確認しますよ。 あの、要するに、当時本当、ーー本当の、総理に確認、総理に行ってもしょうがないから、えー、まあ、あの、 この、秘書官のレベルだと、うん、この、えっ、ー、と、安倍さんのこの事務所の人に確認するってことだと思いますけどね。ああ、まあ当事者、えー、この第一秘書に確認,、うん、確認しないと、やっぱりちょっと答弁の時には不安ですからね。えー、う,んうん。だから答弁するときにあ一応確認する。あの、役所の人がやるんじゃないですか、これは政務の秘書官が多分やるはずですけどね。ああ<ー>、えー、なるほど。えー、そうか、これは政策マターとかそういうのもうん、役人にはちょっとわかんないんで、これはね。政治にうん、その政治なんて政務秘書官が普通、 は、まあ、あのこの講演会の方に問い合わせするっては普通ですけどね。でそれやってるはずですよ。それはやらないってことは私は考えない。あんだけ答弁してるから。はい。え、うん、一応確認したはずですけどね。まあ国会であれだけあの当時質問が出て、うんええ、そしてそれに対してこもう何度も何度も答えるということだから。そうですね。裏を何度も取る。うん。なんか野党の方は百十八回で数えたんでしょ。みたいです。で同じ質問を百十八回すれば百十八回同じ答えするんですけどね。<laughs> まあそういう問題ですよね。まあそれはあのなんか。 虚偽とかいう言い方も時々するんだけど。虚偽答弁という言い方します、ね。では、虚偽ってのは嘘であることを知りながらっていう話だから、それはちょっと違うと思いますよ。なるほど。うん、事実と異なる答弁であったことはまあそうなんですどそうそうは間違いない。事実と異なる答弁であったは間違いないけど、うん、虚偽かどうかっていうと、知ってたか知らなかった。本当に虚偽だったら、ここであの、不起訴にならないはずですよ。 そういうことですよね。ええ、もう意思決定に関わるなり、詳細知っていて。知っててやったら、もうそれはもう、それはもう、その、完璧な法律違反でしょうね。まあ、だから、あの、各紙の書き方も政治的責任であったりとか、うん、まあ、あるいは道義的責任であったりとかとか。 いうことを、ね。そうだったんでいいんですけど、でも、きょ時々、なんか、協議とか言うのとか言うんだと、嘘を知りながらって、だから。そうだと、この検察の、今の、えっ、ー、と、調べてると、違う、内容になっちゃいますよね。で、この、まあ、道義的責任だとか、倫理的責任を、どうじゃ、取るんだみたいな話になると、これ。難しいです、ね。これ、難しいですよ。主職の方は、不起訴と、も判断する<ー>。というん、ね、そう、そう、だから、道義的責任って、本人の話になりますよね。はい、だから、あの、どっかで、まあ、謝るっていうかね。まあ。まあ 間違いでしたっていうのは言うっていうことぐらいじゃないですかね、まあそれを、まああの、与党側はこれ、えー、議員の理事会でやると、マスコミをオープンにするかどうかというのは、うん、まあ別途という形にしてますが、うん、でだって、記者会見かなんかするんじゃないですかね、普通は、それであの要するに一連の経緯を説明するっていう形なんじゃないですかね。う おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん。取り上げるニュースはこちらです。日本政府がイギリスからの入国制限を今日変え。 イギリスで感染力が強いとされる変異した新型コロナウイルスの感染が広がっていることを受け政府は日本人以外のイギリスからの入国を一時的に停止するなど入国制限を強化する方針を固めました。 変異種の新型コロナウイルス WHO によると重症率を上げるというような根拠は現時点ではないんだということですが、うんえー、イギリスやデンマークベルギーなどでも確認されているということで、うん、日本国内では今のところ確認されていないそうです。うんうん あのまあ、こういうの変異するっていうのはよくあるんですけどね。はい、あの変異はあの普通にするっていうものなんですけど、うん、まあこど、変異っていうのを、まあ、期間っていうかなきっかけにして、はい、あの入国制限っていうふうに言うことなんでしょうね。まあ、普通考えるとあのたくさんヨーロッパで広がってるから、うん、それは入国制限するのは当たり前と当たり前なんですけどね。はい あとでもアジアの方はどうすんのかしらね。あの、うん、えっと、こういうのってね、わ,わかんない時には総武主義でやるんですよね。うん、総武主義になってないような気がするんですね。今のね、日本仕組みっていうのは。はい。ええー。だからアジアのところでも、あの、台湾とか中国って結構厳しいでしょええー、だから、えー、その総武主義でやった方のが実は無難なんですけどね、こういうの時には。まあ、あの、事前のね、ええー、うん、ウイルス検査とか、えー、あるいは、ええー、行ってからの14日間の隔離だとかというのが まあ日本に来る方に関しては、事前にこのチェックをして、証明書を提出すれば、来た時の権益もなほぼなくなっているというか、今、まあ、中国だとか韓国だとかの国々ですが、やっぱり相互主義でやった方がまが無難だと思いますけどね、だからそれはちょっと運用のやり方なんですけどね、うあのもうちょっと考えた方のがいいかなって私は思うんですけどね。ああじゃあれですよねあの、えー とこれはプライバシーでなんか各国の感染者の数あのな、何人っていうかね、<ー>それ出さない<の><と>っていうことになってるけれど、最初出してましたよね、こ、はい、れで今、数多いから、別に出しても、はい、出してもプライバシーとは関係ないんですよね、ああ、はいうのっていうのは、もうちょっと積極的にやった方のが、実はあらぬ話がなくなるんですけどね、はい、そこですよねー。えー、うーん もうこれ11月からその入国の運用がまあ緩くなったと、一部のがあって、それとこの第3波がかなり重なるんで、これはもう外国人が増えたからじゃないかということをまあ言う向きもうと、なんかだから、分かんないから言っちゃうんですよね。ということなんですよね、結局ね、そのね遺伝子の方などを見ると、必ずしもそうではないだろうというのが、お医者さんなどは説明しますが。 けれどやっぱりデータとかないとそれ言い,言いがちなんですよね。<laughs> 確かにその入国者の数のデータは。 あるから、かかまあ、そっから数えると、一、ね、日この3000人ぐらい出る感染者の全部を説明はしきれないだろうなとは。と思うけれど、<ー>でも、あの、国別の話がないと、要するにいろんな話が出てきちゃうって。まあ、こういう時に疑心暗鬼になるんでね。ということですよね。ねだから、ね、なるべくそういうのは、あの、プライバシーとかそういうのに反しないんだったら出しても構わないと私は思うんですけどね。結局、なんか、その、携帯のビッグデータとかもそうですけど、うん、その、ある程度、ね、ええー、まあ、 プラバシーが出ない形に加工して、その国籍だけであるとかで出すというのは、別にその規制に反するものではないで,すよ、ね、でしょうね、あの前のロジックは、すごく数が少ないから特定できちゃうっていうことだったんでしょうからね。 まあそうですよね。特定はできないでしょう。うだからそれそれで出したものがあの、要するにやらぬ誤解を招かないためにも必要かなと私は思うんですけどね。まあその辺これ出てこないっていうのはなんかあるんですかいや分析してあれなんでしょうあの、要、分析は多分してるはずなんだけど、まあ大したことないと思うのと、あと、まあがいちいち、あの、このタイミングで変更するのが大変だから、きっかけか何かを考えるっていう話なんだと思うんですけどね。あと多分実務上は結構めんどくさいとかね。 この話かもしれませんけどねど余計な事結構その、ね、春先、その緊急事態宣言の頃などに言われてたのは、えー、こう問診票の作り方も都道府県や、えーうん、市町村によってまちまち,、ね、まち,まちで、ねえー、国籍をそもそも書かせないようなところもあるんだみたいなことも言われてましたが。えーえー まあ、医療を受ける際にはパスコットは必ずい、ね、ますしあの、やっぱりかなり追跡しなきゃいけないでしょ、うであと医療保険あ、保険がある、適用があるかないかとか、そういうのも全部見なきゃいけないんで、あま,、ね、まあでも、ある意味、ね、感染症対策には必要なものでもあるしと。まあ、これ、ねえー、そういうところで今、疑心暗鬼も広がっているところですが、一方で、このワクチンがどうなっていくかっていうのが希望。 そうですね。2月の、うまくいくわけ順ぐらいからでしょええー。あ<の>医療者に関しては、ね。医療者に関してはね。それでその後は、あの、まあ、世界中でたくさん作ってますからね。は救、い、急は私はそんなに、あの、不安はないと思うんですけどね。えー、でもこういうのをやるときに、やっぱり嫌ですよね。あの、日本がなぜ遅れたかって、私もいろんなとこと質問を受けるんだけど、はい、本当の答えを言うとみんな嫌がるんだけど、えー、はっきり言ってこれ、あの、軍事に関係するからっていうこと、答えなんですよね。軍事基礎研究が関係する。だって ABC 兵器って,言って、言はミ、い、あとバイ バイオロジーの中のボビスのするに最高の手段じゃないですか、ワクチンていうのは。だって兵隊さんでもね、感染症が増えた時早くやめなきゃ、早くなんかしなきゃいけないでしょ、収束させだから今回、すごくなんか、いろんな革命と言われてるんだけど、いろんなタイプの要するにワクチンがあるわけですよね、あれはといろんなタイプのワクチンが安全でかつ早く開発できるっていう、軍事研究があったから、できるわけですよね。 私はだって無毒化することしかできなかったし、弱毒化しかできなかったんだけど、ねうん、今回 DNA とかメッセンジャー DNA 使えるでしょ、はい、あの、あれコピー使ってやるんですから、すごく早いわけですよね。かつ安全でね。うん,うん。だから、なんか日本でもね、あの、軍事研究いかんいかんって言ってる人がね、はい、ワクチンどうしたって、同じことを、同じ人が同じこと言うか、びっくりして、私は、それは違うでしょうってね。うあの、ある程度軍事研究やんないとこういうのできないし。 まあ原発の時も同じでしたねあの制御っていうのはやっぱりあ兵器っていうかね、軍事研究からずいぶん来るから、はい、だからこういう時にあれですね、国力の差みたいなちょっのは、ねうん、確かに、まあ、このね、今、ABC 兵器という話が出ましたけど、えーえー、まさにこの生物兵器を,<う>を専門に対応やってるのが、対特殊武器衛生隊っていうところ、これ、ダイヤモンド・プリンセスにもいた部隊で、うん、この間取材しに行ったんですけどね、えー、やっぱそういうこう、軍事研究はけしからんとか、えーえー、だから相当、 対する時対を作る時に、うん、これはこの舞台というのはだそれこそ当時の批判の中には七三一舞台をもう一度作るのかと言って大議案がされたと <laughs>、うん、いや、そうじゃなくて命を守るためにこそ作る舞台なのにって言ってかなりそこの偏見に苦しんだという話をこれはそうでしょうね研究だからやっとかないといざというとに大大大対応できないんですよで、うん、それで一方で研究するなって言ってそれで助けてくれて早くワクチン作れってこれは難しいですよ いま <laughs> だにだから常在菌普通にある菌で、ねえー、演習することはできても自分たちのこの舞台の中で、えー、対応し,でしなきゃいけないような、ま、危険な菌を,、うん、を取り扱うってことはできずにいろんなこうそれが許される研究施設に出向で出て訓練したりとかをしているそうですね。<laughs> だから、ねうん、研究ファンドを作ったんだけどね、それで、いだから一生懸命研究してくださいと、要するにこういうふうにね、日本が遅れを取ることはないようにと思ってるんですけどね、えー、でも、ね、縛りがあってね、具体的に会議とかね、うん、たくさんいろんなこと縛るんですよねさあ、そしてそのおもう一つ、経済の話でしたが、12月の月例経済報告が出ました、個人消費の判断、3か月ぶりに下方修正と、うんえー、いうことで、まあ、景気判断の表現に関しては、持ち直しの動きが見ら られるということを5ヶ月連続で据え置いたようです。えーえーえー <laughs> まあこのも同じマスコミに私批判されてるのは<え>あのこの間の総合経済対策の規模が大きすぎるんじゃないかっていう<ー> <laughs> こういうこと顔修正があるかもしれないしね、えー、あれでもそんなの多いと私思ってないんですけどね、えーえー、でもまだこうやってあのなんか顔修正したらどうするんだって言われるんだけど同じマスコミにこういうこと言われると私もちょっとね何な,な,なんですかだから大きくしたんでしょうというふうにしか言いようがないんですけどねまあ確かにね <laughs> 対応はすでにしてると。だねこれは、ね、いろんな いうことと予測でできるるんすすよ今後ね、はい、ちょっと過方修正だからそういうろいにどうやって耐え,る耐,え耐えうるかっていうのが問題なんで、予備費を積んだら、積みすぎだって言われるんだけど、うん、なんかそれでなんか、どうしたらな,なんかひどいじゃないかとかね、予備費が積まれたままになってるじゃないかみたいな。なういう分かんないね、よくない、こういうのってね。うんえー、だからもうちょっと、あのこの手の話って、長期スパンなんでね、1>, はい、1年ぐらい先見ていろんなことをやらなきゃしょうがないんですけど、うん、こういうことありえますよ、まあ。コロナの感染状況によっても また修正す私はまだ、まあ、あの4%パー。 ととかいうのはあり得ると思ってますけど、ね、あ年明け、まあ、やっぱりまだ寒い時期というのは。うん、それでちょっとまたね、下火になった後にまたとかね、そんなもんなんですけどね、これはね。だからいろんなのに対応するっていうのが必要なんですけどね、はい、だからこんなの予測できる話だから、ええ、別にあの私は、だから、まあ、経済対策とね、あと15か月予算やってるとしか言いうがないんですけどね、これはね。うん、これ、だからまた下方修正があってということになれば、場合によっては、来年度予算の補正というの もう来年度になったらしょうがないでしょ、うん、あの今年度の補正はもう多分やるようはないでしょうけどね、あ,<ー>あの3か月やもやっちゃってるから、はい、あの補正予算作ったんでね、うん、あとでも4月以降はもう全然こんなの躊躇しちゃいけないというレベルだと思いますけどねこの時間、高橋洋一さんとお送りしてまいりました、日本放送動の方この後も高橋さんにお付き合いいただきます続いて、教えてニュースキーワードです。 ソフトバンク新料金プランンソフトバンクは昨日来年3月にオンライン専用の新ブランドを立ち上げデータ容量20ギガバイトを月額2980円で利用できる料金プランを導入すると発表しました先行して新プランを発表したドコモに対抗する内容ですと いうことで、まあ、ドコモの「アハモというのが始まってそして今度はソフトバンクということでございます。あこれはね、はい、あの ポイントは、ポイントは、この先今あったオンライン専用ってとこなんですけどね。オンライン専用の新ブランド。オンライン専用なんでね、要するに店舗っていうのはないんですよ。いろんな話ってね、みんな手続きオンラインでやると。はい。で、そうするとすぐわかるんですけどね。要するに今販売店があって、たくさん人がいて、ここでいろんな説明を受けてくれるじゃないですか。そういうのはないわけね。ないから、そこのコストがみんなそっくりなくなるんですよね。はい。そこがやっぱりポイントだしね。あの、今、例えば ね、岸乗り換え変更とかね、新しく行った時に、あの、もう、インマーやシムフリーの、フリーのね、うんうん、あの端末があって、はい、そこにシムをポッて入れれば、 終わりでしょシムカード、ね。すにシムカードを入れれば。だから、うん、販売店が実はやってることって何かっていうと、余計なサービスを受けさせるって、それだけだって分かっちゃったんですよ。うん、<laughs> そうするとね、それをね、省くとね、はい、コスト安くなるってんで、ここまでは、実はね、既存の中で改革できて、このくらいは安くなるんですよ。はっきりと。それはもう、あの、菅さんなんか分かってるから、はい、すぐ料金下げられるって言ったでしょ、はい、何もしなくてもそれはできるって分かるんですよ。れ<え>でこれは、ドコモと、今度今度がソフトバンクがやったでしょ、はい、au はちょっとできないのが。<laughs> そこね、販売店の関係があるから、それの今整理していくから、た来月だと思いますよ。なるほど。<laughs> そこの長年のしがらみみたいなものを整理していかなきゃいけない。<laughs> こ,ういうね、こ,ここはショートバンクの方は新しい会社ってんで、ポンってできるわけね。ああ、そっか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 。そう。だからこういうふうには各社の戦略って、今までの対応っていうのが、あの、新料金の発表の順番とか、そういうのにも関わってくるんですよ。 うん、だから、ここまでは簡単に、多分できるっていうのはすぐ分かって、販売店の話だけを抜けばね、いいと。で、あの、あの販売店で何言ってるかっていろんなサービスで、よく分かんない人に、たくさんいろんなサービスをさせるって、そこで儲けてるって感じなんですよね。だって全然知らないで、やっといろんなのがたくさんあったってんで、ででで知らない人ほど販売店行くじゃないですか。まあ、オプションでね、いろんなものが。いや、わかんない聞いっちゃって、<タッ>ははって言っちゃうでしょ。うん、私なんか行ったことないし、販売店のシムポーって入れて、それで終わりですからね。なんか全然オプションなんかつけない、つけたことないし。 だから、ああいうところがだんだん、まあ、既得権っていうかね、あの既存のシステムがおかしいって分かり出してきたんでやってる。 でで今回はそれがもう出ちゃったわけですよいやこの話って結構重要でほらこれ格安が出ることによって、えー、今,度今までのその格安スマホの各社が苦しくなるというような説明が結構されてたじゃないですか <laughs>、うん、ところがこれ、えー、じゃあ格安スマホが格安でできたというのはまあ店舗型じゃないことが多いからっていう,、うん、うあ,ある意味、そうそれであれば、うん、まあお客さんの取り合いっていうのはもちろんあるかもしれないですけども、うん、コスト面で考えると別に いやよくね、ほら、あのー、格安スマホはその回線の借りる料金が安いからだみたいな話をすることもありますが、うんうん、結局、そこの人件費みたいなもんだって、ねうん、今回でね、のこ,このオンラインでやるとこうこう、こういうことになるとわかるじゃないですか、だからそれは、よく考えてみたら、手売店ってたくさんあるじゃないですか、何やってるのかなって話なんですけどね。しかも大体駅前のいいところにありますね,いいね。だから、これからなんか、ああいうのはだん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 縮小されていって、オンラインの話になってくるんじゃない。うん でそこはこう、それでここまで下がるんだけど、はい、実はさらなる下げもできるんですよ。さらなる下げ、うん、それは私言ってる E テレの周波数の売却みたいな話になると、はい、それはそれで、あの、事業が使ってる周波数っていうのを携帯会社が使えるようになると、はい、で基,地基地局っていうか、アンテナはすごく少なくてできるから、うん、これもさらにさらになる引き下げにつながるんですよ。うん、今度は回線の方、うん、回線のインフラの方の問題になってくる、うん。だから私喋ってるんだけどね、ちょっと先の話を喋ってるわけですよ。今の、うん うん、値下げてんのは全然、もうただ販売店のね、なんてか整理するだけでできちゃっていうのは、すぐ分かるんですよあ既存のシステム改革だけでできる、うん、でも、そのさらなるものをやるためには、多分、少数やらないと難しいと思ってるから言ってるんです、はい、私は。ちょっともう一回あるかもしれないおお<ー>。<laughs> そうすると、まあ、今はキャリア4社が基本的にその周波数帯をか、まあ、まずは抑えていて、てそ,でそれをまあ格安の携帯会社などは借りる形で回線を、えー、やるという形になってますけれども、うん、どうですか、その先のの先未来というのはそこから先はちょっと難しいんですけどね、うん、今あの、でも周波数帯広げれば、そこの設備投資って名前あんまりなくていいから、えー、4社も少なくともコストダウンにはなると思いますよね。でかつ新しい会社が入っっててくる可能性だって それはあの儲かればね、そうか、そうわかんないですよね、うん、うんでもあの、明らかにその設備投資は少なくてできるから、今の,、えー、あの地上波のやつを携帯にあの譲ればね。その辺は、また政治判断になるんですかわかりませんけどね、でも, <laughs> でもあのやっぱりいろいろとその政治判断できるような環境整備みたいなのが必要でね、あ<ー>要するに、しわ寄せてあげなかったら、次の引き下げは結構難しくなるとは思いますけどね。う えー、携帯の新料金プランについてそこから先の話といただきました。うん、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ中国全人代常務委員会が会計法の審議を開始。 中国の全国人民代表会議全人代の常務委員会は昨日、会場警備を担当する会計局の任務を定めた会計法の審議を始めました。先月公表された会計法の草案では、中国の管轄海域で外国の船が違法に活動し、会計局の停泊命令などに従わない場合、武器を使用できるとしております。 も尖閣周辺に領海侵入を繰り返す中国の公の船、公船と報道されると、うん、まあその船は海警局に所属しているものだということで、はい、それが武器をこれ簡単に使用できるようになると。う <laughs> <laughs> えっとねあ、だから海警って言うと日本の海上保安庁に相当するって言い方するんですけどね。はい。でもこれは、まあ軍隊ですよね。えっと、まあ、あ その2018年にも、はい、まあ軍中央軍委員会が指揮する人民武装警察部隊に移管されてますからねここは前、ええ、はっきり言って日本でいうと防衛省の下に海上保安庁があるような感じですわねだからこれはちょっとあのなんか日本見たく、ね、国土交通省の下にあるというのはわけ違いますよね。そういういことですよね、ええ、だからまあ こう一体のあるいは作戦の中で,で、うんえー、まず白い色の船を出すという形で。だからもう完全にあの軍組織だと思った方がいいんでね、うん、それが武器をって言ったらすごい武器でしょうと。そもそもすごくでかい船が。 食うからう、ね、あの日本の,あの海上保安庁と全然桁が違うんですよね。ええー。だからあれはちょっとすごいやつで、海上保安庁の人大変でしょうね。うんあんなんで来られたらもうびっくりしましたね。あの、でっかい船ですからね。うーん,、うん。それで、てあの向こう、向こうだって、なんかすごい鉄板が厚そうだし、えー、日本の弾なんか跳ね返しそうな感じでしょう、えー。ええー。なんかすごいですね、これね。うん。それでおまけにあれでしょなんかこういうのやったら、中国がちゃんと国際監修にした がってますなんてしゃしゃと喋ってるんだけど、はい、で南シナ海ですごいことやりましたよね、うん、国際司法裁判所の話を全部無視してそうですねうんそこが中国の国際監修従うって言い方なんですよねだから全部無視したって別に、うん、それはそれであの中国のやり方だっていうそんな感じですよねうん,んちょっと尖閣であの多分その武器使用はあるでしょうね、はい、あ,あのもうだって 逆に言うと中国の会計の人で、なんかやんなかったらなんでっていう、彼らの,の国内法に違反するってレベルになっちゃうじゃないですか。むしろやらないということやらないこと自体をね。だからいつか来るって。だからあの、まあ、あの、菅政権って、まあ、ずっと安倍政権とかもやってるんですけどね、海上保安庁と海上自衛隊の装備を上げて、はい、装備率を均衡させるっていうのが必要なんですよね。んど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 ん、あの、10年ぐらい前だったら結構日本の方がいいレベルだったんだけども、えー、最近数、もう完全に向こうなんか何倍、 3倍か4倍に装備したんで、もう全然差が開いちゃってるんですよね。差が開くとね、ですね、あの、横のことを実は考えるっていうのは国際、えっ、ー、と、関係論では常識なんですよ、はい、正直言うと。これはリアリズムの立場なんですけどね。装備のあれが格差が出ると、実は武力衝突があり得るんですよ。均衡が崩れた時ほど崩れるときな、うん、崩れた時なんです。崩れないと、あの、やっぱり向こうも反発食らうかって、それを恐れるんですけど、ある程度3になると反発食らうとも大したことないってことになると、やってくるんですよ。うーん。うん これねあの海上自衛隊とかまあ関係者などに話を聞くと軍艦とか、まあ、あのそういう艦艇ってまあ水密区画がすごく細かく分かれてて少しこう穴が開いてもまないような構造になってると、うん、まあところがやっぱ海保の船ってもともとそういう仕様になっていないものも中にはあるという話があってだから、その辺からしてもこれから。 整備が追いつくかどうかっていうようなレベルになってきてます、ね、あ,ある程度しないと、本当開いちゃったら逆に危ないんですよ。だからあのなんかえっ、ー、と菅さんがね、えっ、ー、と尖閣諸島警備のために大型巡視船を整備したいっいですけど、はい、ここは大型巡視船と、はい、物を物流をともに整備しないと、うん、実は日本の安全保障があやよくなるってレベルなんですよね。これはもうお金の話だから、はい、やった方がいいと思いますよ。でまあね船だけ作っても当然ダメで。 動かす人もあもちろん,、うんうん、でも船作らないと、一つ増やすこともできないんですよ、か最初にどういう順番でやるかってことは、船から増やすんだと思いますけあね、今はというか、まあず、ずっとそうですけれども、日本はまあアメリカとともにこの抑止力というものを、まあ、そこでなんとか今、バランスしててるっていう感じですかアメリカいなかったら、完全にやられるってパターンだと思いますよ、いても危ないと。 当然、す、その、アメリカだってすぐね、尖閣に出動しないというふうに思えるじゃないですか。うん、まあ当然、当分、アメリカでもね、それだったら日本でまずやってくれと。普通そうですよね。うん。うん。だから、その時に、尖閣の方で、に、もう、もし、あれですよね、占有されたら、取り返すのはすごい大変ですよ。はい、竹島と一緒ですよ。うこういう時やられたら、もう、なかなか取り返すのは大変なんですよ。だから、やらせないように、装備だけは少なくとも、 あの、均衡さしとくと。推薦でしか取れないんですよね。で、あの、ま、時々っていうかね、あの、ほら、えっ、ー、と、尖閣にね、公務員を在住させればいいっていう人いるんだけど、はい、それもそれであるんだけど、うん、あの、その前に、うん、あの、装備を均衡っていうのがまず必要ですよね。<ー>装備均衡しなかったら、あの、公務員在住しても全,然全く意味がないです。 この武器使用なりの権限というものが、こうやって、まあ、中国の国内法によって付与されると、うん、彼らはあそこが自分たちの持ち物だって言ってるわけだからでしょうん、国籍不明の人を拘束しに行くのだっていうことで、むしろ主権の行使を堂々と,、うん、堂々と世界中に言い占めてしまう。 だから、それをやらせないためには、実は、ものすごい反撃があるというふうに、状態を保たないと、やる可能性あるんですよ。だから、その意味では、公務員をもし常駐させるとしたら、常駐させるだけではダメで、それを守るための、相当な設備なり。 実力というものを見せなければいけない。だから、から逆に言うと、そっちの方が重要だから、うん、要するに、装備均衡っていうのを先にやるんですよ。だから、もちろんへ、全部並行してやってもいいんだけど、はい、何が一番優先するかっていうと、装備均衡になるわけですよ。<ー>うん、そっか。だから、本当置いとくだけでは意味がない。ちゃんと守らなきゃいけないっていう。取られちゃう,う <laughs> その時に何もなかったら反撃できなくて、もうな、もうな、なんていうかな。あのあ、ミスミス向こうに口実を与えると。与える感じになるでしょ。だから、先に装備均衡せしておいて、 いけばまず向こうがやる気にだから本当、そこのところはもうここまで来てしまったということなんですよね、これが10年前だったら人を住まわせるということで,でだいぶ違って、まあ、きた,たんだけど、<と>あの要するにもう完全に不均衡になっちゃってるっていうのは現実でね。うん そうすると、その不均衡を早く直さないと非常に危険だっていう状況になってるわけですね。うん、だから、あの、よく尖閣の何日間侵入とか言うけれど、はい、そういうも質的にそういうレベルじゃなくて不均衡がすごくあるってことなんですよ。それを許してしまうということです海警、あと向こうの中国海軍、はい、あと日本の海保と海上自衛隊の間の装備均衡がしてないって状態だから、こういう話が、あの、要するに向こうも、あの、どんどん、 まあ入ってくるわけですようんこのぐらい入ってきても大丈夫だろうと。反撃しねえだろうと。うん、でいつかは、だからそれの装備不均衡がある時になると、こういうふうな武器使用ってことも起こりうるんです。起こると思いますよ。これも持っとけば、えー。スクープアップ中国全人代常務委員会会計法審議開始というニュース、尖閣を含め、まあ、日本の固有の領土、えー、領海力どう守るというお話をいただきました。